全国的に熱く盛り上がっているロックフィッシュゲームにチャレンジ。千葉県のロックフィッシュポイントである館山市メラ港にやってきた。おはようございます。おはようございます。さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はロックフィッシュを狙うということなんですけども、はい、ロックフィッシュって何ですか？まあ、そうですよね。ロックフィッシュってね、はい、まあ、こうどんな魚なのみたいなところあると思うんですけども、はい、身近なところで言うとカサゴとか。カサゴ、はい。まあ、あの東北の方だとアイナメとかクロソイとか、うん、あと西の方になるとハタが非常にあの今総評してロックフィッシュって言われるんですけど、ロックフィッシュゲームという今回ですね、非常に今人気急上昇のターゲットなんで、まあ今回のメインターゲットは赤ハタと言われる。赤ハタ、はい、非常にね、あの綺麗な魚なんで、もう本当赤ハタ、まあその名の通り赤い綺麗なハタなんで、まあそれを今回ソフトルアーでね、あの狙う釣りで、まああの多分しっかり釣れると思うんで、はい、今日はその手応えを感じていただければなと思います。はい、頑張っていきます。よろしくお願いします。お願いします。ロックフィッシュについて教えてくれたのが今回の先生である織本隆義さん。このゲームの第一人者だ。今日のね、あのメインターゲット赤旗ゲームの、はい、まあ、釣り方なんですけど、はい、基本的にはあのそこで甲殻類と言われるエビとかカニを捕食してるんですね。まあ、要はパクパク食べてる、はい、海底で。なんでまずこう仕掛け、はい、まあ、我々でリグっていうんですけど、仕掛けをしっかりそこに海底に沈めて、はい、でリフト&フォール、まあ上げて下げて上げて下げてを繰り返す、うん、リフト&フォール、はい、その上げて下げて、はい、竿を持ち上げて落として、うん、竿を持ち上げて落として、うん、まあ基本はもう非常にこういった操作でシンプルです、はい、ただ厄介なのがロックフィッシュって呼ばれるぐらいに岩礁帯、いわゆる岩の隙間にいるわけですよ、うん、だからまあロックフィッシュっていう言われるゆえんなんですけども、はい、その要は岩の隙間をきっちり釣らなくちゃいけない。で水深がね、まあ、なんと 10m とか、水深海でいうと非常に浅い、浅いですね、うん、水深なんで、今日は風もないし非常に穏やかな状況なんで、はい、ウェイトがね、この重りが 30g、 30g、はい、で 10m なんで、はい、かなりあの明確にあの底取り、うん、いわゆる海底にこの仕掛けが落ちたかどうかっていうのは感じ取れると思うので、はい、岩に当たるとゴツゴツとか、うん、魚もなんかゴツゴツとか、うん、魚なのかな岩なのかなっていうのは最初ちょっとわからないと思うんで、うん、はい、こうスーッと上げてきた時にゴリゴリっていうのはこう根を乗り越えてる瞬間のイメージもあるんで、うん、ゴリ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 って言ってる時はゆっくり操作して、はい、でちょっと止めて見て、はい、そうすると止めてるのに勝手にグングンとかなったら魚なの。なるほど。で、はい、ゴリ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 って止めた時に何も向こうからの信号がなければそのままたゴリ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 って上げて、うん、スッと軽くなったってことは岩をこうゴリ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 スッと乗り越えた時にスッと軽くなるので、はい、そしたらまた落とす。しっかり合わせた。そうですね、はい、あの口も結構硬いんで、うん、あのしっかり合わせないと、はい、あのバレて途中で外れたりしちゃうんで、うん、まあ、あのとにかく着底をしっかり。まずは釣りのコツを聞いて出船。ポイントまではそんなに遠くない。準備万端で向かう。およそ30分走ってポイントに到着。下に岩がほらこうやって岩礁帯が、でこういう魚がちょっと映る、うん、活性が高いと岩の上にいて、活性が低いと岩の下に、うん、で今ちょうど潮止まりぐらいで、こっから上げ潮、いわゆる潮がこう動いてくると、はい、魚の活性も上がってくるんですね。ちょっとね、あの風はないんですけど、うねりがあるんでちょっと気をつけてやりましょう。そうですね、結構揺れてます、はい、で、まああんまりこう投げる必要もないんですけど、はい、一応ポッとこう投げて、でこう落とすときサミングって言うんですけど、はい、手をこうスプールにちょっと添えながらこう落としていくと糸が出すぎないんで、はい、サミングしながら、はい、でこう落としますよね、はい、今糸が止まりましたね、はい、そしたらベル返してズル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 ってこう上げて落とす、ゆっくりこう落とす、ゆっくり落とす、そうですね、
それでまたこうちょっと底取れないなったらまたちょっとベールを返して、はい、またそれでそこを、うん、取ってずる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 っとでまたドンとつける感じ、うん、でずるずるずるして、はい、はい、でまた貼ります。はい、で上げます。わかりました。ゴリゴリゴリ、これが今着底の岩の感じ。そうです、そうです。今ゴリゴリゴリが分かりました。そうそうそう、今これが岩です。でも魚だとゴリって言ってまたさらに向こうが勝手にゴッゴッってなる、うん、さあ、はい、糸のその出てる感触、それが止まればほら着底ってことだから、ほら今止まった、ね、これで止まったでしょ。あれ止まった、ね、はい、着底、はいはい、ぐーっと、お、今ねだね、ザラザラザラ、はい、はい、落とす、あ、張ってる、そう、その時に一回、うん、今着底してるね、これね、はい、あー、ザラザラしてる、いいね、いいね、あ、向こうから勝手に、あ、来たよ、はい、来てます。ここは糸張って、糸張って、糸張って、で、グッとグッと合わせてみて、もっともっと、いい、こうでしょ、今、今来てたね、はい、来てました。え、で、こうグッと、で、カカッてなったでしょ、なりました、今そしたらカカッてなったら慌てないでスーッと前に竿をおへその下ぐらいまで倒してグッとクイックに下ろしてから、うん、そうしないと針がしっかり、分かる、ワームのソフトルアーの中に針があるから、うん、しっかりそれを貫通させないといけない、はい、これ今そこ取れた、お、あ、え、遅いな、遅いな、反応が遅いな、研ぎ澄ましてないよ、え、難しい、で、こう落ち着いて、落ち着いて巻いて、うん、難しいです、あ、来ちゃったと思って、うん、そう、ふわってね、ふわってやるんだけど、ちゃんと竿を動かさないとフッキングしないんで、はい、まあ何度もチャンスあるから大丈夫です。だから落としてる、 岩じゃなくて、ほら、ほら来た、待って、遅い遅い、わかんない、まあ女性だから許されるな、え、難しい、今こう当たったじゃん、当たったよ、ね、こうだから、これを、そう、ちゃんと落ち着いていきましょう、はい、そこはそんなに根がかりが多分ないと思うんで、フック向き出しだから、はい、結構な確率で変わるから、こういったジグヘッドで、あ、でもいっぱいチャンスあるんで、あの、だんだん慣れるから、まあまあ、はい、そんな難しいことじゃないんで大丈夫です。なかなかね、こう当たってからこうね、落ち着いてこの一連の動作ってね、慣れないと、当たってなんかキュッて感じは分かるんですけど、一回これをこうしなきゃ、そうそう、巻き下ろさないといけないって思う。それはなんでかって言ったら、やっぱり糸がこう、たるんでる部分を一応巻き取らないと、はい、こうね、動かすそのストロークが取れないから、こまめに底取り、当たりにはシャープに反応、なかなか集中力がいる。だいぶなんかね、慣れてきたね。合ってますか？合ってる合ってる。テンポがいい。そのテンポ感。はい。よし、来た。うーん。おー、でかい。ナイスサイズ。え、すごい見てる。え、そんなに人なんですね。結構明確にバイトありましたね。すごい。あ、ほんとだ、見えた。ね、赤旗。サイズ。あー。うー、よっしゃ。すごい。これが赤旗でございます。綺麗でしょ？綺麗ですね。ね、アイシャドウが。目がギョロッとして。ね、プリプリ。すごい。すごい良い当たり。いいですね。刺激できましたね。ね、グッドサイズ。
いいバイト。だった。すごい。ここからもう夏がベストシーズンですね。ここから7、8、9で、まあ11月前半ぐらいまで釣れ続くんで、かなりロングランで。ただこの今まで外房ってこういった赤旗旗ゲームがこういったこうソフトルアーの釣りで楽しめるっていうのはあまり知られてなかったし、もう近年すごく急激に、まあ、海水温の上昇が理由なのかはあれなんですけども、非常に増えてますね。活性がね高めだなっていうふうに思ったんで、ハードロッカーのこちら 83MH、まあ、非常にまあ、ショアでも使えるし、まあ、こういったボートからの旗ゲームも使えるしということで、非常にオールラウンダーな一本ですよね。だから、まあ、あらゆる場所に対応する、リグにも対応するということで、おすすめの一本ですね。さあ、はい、今回のターゲットを見せてくれた織本さん、カオルちゃんも当たりを逃すまいと集中する。今水深17m で結構岩礁帯なんですけど、シルエットでも十分こうちょっと浮かして、でテンポ上げて活性の高いのをこう拾っていく感じでね、根のこう上の方つらつらを釣っていく感じで、上上を釣っていく感じで当たりが今出たんで、そんな難しくない状況ですよね。非常にね、難しい状況ってね、こう根のスリット隙間にね、こう低活性で入り込んじゃうと非常に厄介なんですけど、極めて餌を食いに今来てるんで。チャンスがありそうな魚の活性、さらに集中する。お、来た来た来てる、いい当たり。あ、巻いて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 、潜られちゃうぞ潜られちゃうぞ、やばい来たね、強い引きだね。楽しそう。そのままドーンと抜き上げますか。そのままクッと抜いちゃって。重い。はいはい。重たい。どうした。来ましたね。わあ、びっくりした。釣れた。すごい引きですね。重かったです。今のはちゃんと合わせられました。ゴーンってね、引き込まれたよね。なんか一瞬、ね、一瞬の出来事巻いてみたけどちゃんとできた感はあんまりまだないです。でも嬉しい、ね、ゲットです。すごい重いですね。ね、すごい明確でしょ。はい、結構竿引き込まれてたもんね。はい、ね、だそれぐらいこう結構ガッとね、分かりやすさで言えばもうナンバーワン、もう機械値です。はい、はい、まあ、この感覚をつかめば、はい、もうテンポをよく釣れると思うので、はい、綺麗な赤旗をゲット。しかし、カオルちゃん納得の合わせはできなかった。おっしゃ、お、連続ヒット、もうコツ掴んだね。すごい大丈夫か。重たいね。え、いい引き。で、今度はでも意味が分かりました。意味が分かった。重たい重たい。はい、グッと抜き上げちゃって。はい、そんな鯉のぼりみたい。本当だ、本当ちょっとちっちゃい。今回はちゃんと当たりが分かったんで、一回下げて巻いてからクッて当てることができました。なんかだんだん感覚が分かってきたような気がします。もうこっちのもんですね。はい、ペース上げていきましょう。でも連続ヒットだもんね。はい、ね、2匹目にして納得の